はいどうも、カボジーです。今回紹介するのはアイルーの分取り刀のデッキですね。説明の方は多分文字の方で起こしていくんで、ざっとパッと説明していきます。得意なデッキは、赤とか紫、ラッコウハとか混色系ですね、には割と強いです。で苦手なデッキは、デッキレス系と、あと、チャーショとかの緑系、緑単体ですね。そこが苦手ですね。理由は多分下にいろいろと書くと思うんで読んでください。で、他に説明することはないですけど、プラント42っていうのかな、こいつが、敵にダメージを与えた時に HP プラス2なんで割と強いですね。相手の攻撃力が2以下だったら全然どんどん強化入るんで、こいつを出していくと割と生き残って壁になってくれます。敵にダメージを与えるのを優先ではなくて、敵のデッキを分取ることに優先したデッキです。それでは試合の方を見ていきましょう。今回は、声が入っていません、すみませんでした。ということで試合の方にどうぞ。ターゲット捕捉、遊びは終わりだ。
5分だ。5分だけ空いてる。できたよ。不安の種は潰しておくに限る。止めることができる。拳で語るのみ。できたか。
ー